はい、どうもこんにちは、ホステルと申します。プレイステーション2のサイレンですね。実況プレイやっていきましょう。竹内多聞くんパートで終了条件はクレインと呼ばれる死人を倒すことになってますね。では進めていきましょう。今日もどうぞよろしくお願いしますね。ヤスのヨリコをパートナーの女の子ね、まずここに置いた状態で探索しようかなと思ってたんだけど、敵の徘徊範囲がここに含まれていると簡単に命を落としちゃいそうだよね。どうしよう、置いていっていいものか。連れて行ったら連れて行ったですぐ死にそうだけどね。あ、やっぱり連れて行こっかな。まずは死ぬこと前提で物語を進めていった方がいいと思うわ。その方がスムーズだと思う。左手に泉を見つつ先へ進んでいくということは、多分弾丸を手に入れるっていうのが今の目的だから、パトカーまで行けばいいよね。で、今が泉にいるでしょ。まっすぐ進んで、すぐ右に折れていけば、とりあえずはパトカーまで最短距離でたどり着けるが、行けるかどうか。え、これパトカーじゃね、なんかいるな。鳥居のところに敵がいる。行けるか？わ、怖っこれ。このパート怖えんだけど。あら？普通に家のところに来ちゃった。ダイヤル式の錠がかけられている。この家の裏ならもしかしたら、見つかんねえかもしんねえな。隠れろっていう選択肢がある。ここにいてもらうか、ヨリコは。え、どこに隠れた？もしかして軒下とか？え、どこ行った、ヨリコ。どっか行っちゃった。まあいいわ。視界が悪すぎる。操作性も悪いし。この家の中入れないんだよね。賽銭箱の中探ったりとかできないのかな。中に入ったのかな、ヨリコは。あ、中にいたんだ。この隠れろを選ぶことができるところはもしかしたら死人が一切入ってこない安全地帯なのかもしれないね。アイテムがあるかもしれないから探っときましょう。放置され荒れ果てている。役に立つそうなものはないと。で、ここで視界ジャックして敵の居場所をね、ショートカット登録しておくっていうのもあって。わあ、ここの下に一人いる。ただ敵がちょっとでも移動すると簡単にね、視界ジャックの範囲から離れちゃうのが厄介なんだよね。なんか一体来てるわ。見つかるかな。ここまでは古代動いていこう。このパートめっちゃ怖え。片方からしか扉を開けられないか。敵の行動範囲から外れたところに陣取りつつ、あ、見つかっちゃった。なんでこいつ、は、あ、びっくりした。やべ、やべんだけど。なんかあのナイトスコープみたいなものをつけてなかった、顔に。気のせい。パトカーパトカーパトカー。弾丸弾丸、急いで中に入ることができそうだ。これとりあえず中に入れば敵の追撃を、はいはい、アイテムアイテム、拳銃の弾を取る。でブレインを倒す。エンジンかけたりとかそういうのって確かできないよね。ブレインっていうの一体なんだ。あの四つん這いのやつとはまた違うのかな。
中にいたらこれ敵に襲われないのかな。あ、視界ジャックもできないし、こう中にいるときは完全に安全地帯なんだ。だけどマップ開いたりメニュー開いたりとかもできない。車から降りるしかないんだ。あ、チャガ持ってるやつもいる。ブレインってどいつだ。ちょっと待って、束を取ったから一回敵の視線切ろ。索敵解除して、ここの社に何かあるかな。はっ、ああお前がブレインだよ。なんか少し変わった風貌のやつが出てきた。痛い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 。ちょっとこれねえわ。多分この1体だけなんかちょっと違うよね、他のやつと。多分こいつがブレインだと思うんだけど、どんどんやっていきましょう。敵がすごい早いね、ついてくるのが。ヨリコはとりあえず神社の中に隠して、敵の視界はどのぐらいなんだろうね。隠れてもらう。どういう風なルートで行くのが一番だろう。ここのダイヤル式場の番号も気になるよね。これパトカーのそばにいるやつ1体でしょ。階段のところうろついてるやつが1体。こいつは一旦ショートカット登録しておいて、右の方にも1体いるんだ。これはヨリコかな。これは、あ、これヨリコだ。右の方にいるやつとはどの辺にいるんだろう。これがブレインかと思わしきやつ。1体って倒していくしかないか。まずはこいつだよね。来た来た来た。まずはこいつを倒して、え、来ない。こっちから近づいていくの怖いんだけど。ママ助け、後ろ向いてる。2発で倒していく。で、弾丸まず取りましょう。弾丸取って、弾丸取ってからヨリコのところに戻ろう。で、それで階段の上から敵を迎え撃って、で、倒して、はっ、え、どこ、拳銃持ってるやつどこにいる。拳銃持ってるやつがブレインじゃねえよな、まさか。とりあえずリロード、オッケー。え、チャカ持ってるやつどこにいる。もうどこだ。ただこいつが起きる前にとっとと行きたい。どこ、怖い怖い。はっ、あぶねえ。やべ、喋れねえこれ。実況者失格の烙印再びなんだけど。拳銃持ってるやつで視界に捉えることができれば。どこだよこれ。戦えるけど、あれどこ？順番に倒さないと。こいつら移動速度マジで速い。正面！
戦闘パートなんだけど、完全に。どんどんちゃかってってんだ。さっきは倒さずに強引に突っ切ったから、囲まれたわけで、この状態でいけば普通に倒せるかもな。後ろから追いかけられてきていて焦ったけど、これならいけるだろう。体力が高い。え、逃げてった。逃げていったんだけど、マジ？逃げるんだ。どこ行った？この方法言ってるやつが多分ブレインだよね。あいつだ。追いかけないと。だけど死人って倒せないよね。ブレインは倒せるのかな。どこ行った？どこ？あっ！どこ行きやがった？怖すぎ！ねえ。どこだよ？通路だな。拳銃持ってるやつが撃ってほしい。チャカの弾大丈夫？これ余裕あんの？あ、結構たくさんあるね。ただこれが尽きる前に、ブレインを倒さないと。どっち行った？いて！あっ！なんか後ろにいた今。どっち行った？ちょっと待って。一旦安全なところで視界弱視を。あ、より行こう。いつまで外に。先生、遅すぎですよ。黙ってる。何してたんですか？どうもこうもあるか。なんか独特な動きを上げてない？ブレインは。これかな？スキック回して、これっぽい。なんか変な埋め具合あってる。使う本当に。いやー、さっきの一瞬で倒しておくべきだったな。これ追いつくの案外厄介だぞ。これダウンしてる敵も起き上がってくんの早いのかな。どこにいるのかわかんないけど、全然。拳銃持ってるやつが一番厄介。あ、いた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 。え、どっち行った？あ、くそ、うぜえ！めっちゃうぜえ、これ。もしかしたらさっきのところに戻ってるかもな。一定の徘徊範囲があると思いたい。弾なくなったら罪だよね。またパトカーの中から回収できたりとかしないよね。あ、視界弱してもいねえわ。これヨリコでしょ。どこだよこれ。多分こいつだけど、すげえうろついてんだ。
繰り出しに戻ろう。めんどくせえ。こういうさ、戦闘に特化するんだったら、もうちょっとさ、操作性の取り回しよくしてくれればよかったのに。どこだよ、これ。どっかに隠れてる。ん？いねえし。で、敵のダウン時間もさ、短いしさ。どこやねん、これ。こっちか。さっきすれ違った時に瞬時に撃つだけの、操作性の良さがないから、このゲーム。出会ってとっさに撃つことができないんだよね。照準も合わないし。うわ、厄介だな、これ。こいつも違う。うわ、こっちが消耗していくだけなんだけど、本当にこれどうすればいいの。いた。倒したか。おっしゃ、こんなところに隠れていやがった。なんとかなったな。よかったよかった、終了条件クリア。右往左往してたけど。では、次のエピソードの頭を確認して終了にしましょう。ああ、なんとかなった。済むかと思ったけど、マジで済むかと思った。あ、またストーリーが戻るんだ。終了条件2クリアしないとね。解放してたっけ？これ最初だよね。ここどこなんですか？スキップしていいかな？スキップします。で、カルガリへの道への到達、これはクリアしてるよね。で、終了条件2が、校内放送を火の見櫓上で聞くと。火の見櫓上？これ確かスナイパーいたよな、そばに。校内放送ってどうやって鳴らすんだろう？自分で鳴らさないといけないのかな？それとも、火の見櫓に登るだけでいいのかな？先生の声に従えばいいんですね。教えてよ、リコ。前確かアーカイブ一つ読んでなかったよね。どれだっけ。え、どれだっけ。なんか読んでないやつあったよね。信者帳じゃなくて、あ、これか。三隅日報っていうやつ読んでなかったんだ。昭和51年の土砂災害、床下浸水48棟、山崩れによる倒壊建造物多数、行方不明者33人。なんか関係あんのこれ。過去のエピソードだよね、これって、竹内多門くんの。なんか変なもん見える。はい、というわけで、今回この辺で終了にして、次回竹内多門くんの、この一度やったパートの終了条件2の達成を目指してプレイしていきたいと思います。本日ここまでありがとうございました。